皆様こんにちは。今回はアイハーブでたくさんお買い物をしまして、その購入品の動画になります。はい、では結構量が多くて、ちょっとそろそろ誕生日ってこともあって、ちょっといつもより多く買ったのでパパッと紹介したいと思います。では手に取ったもの、まずこちら、リアルテクニクスのシックスミラクルスポンジっていうものなんですけど、このいつも使ってるこのオレンジのやつと、別に小さいものが3つと、あとなんか変な形のピンクのが1個なんですけど、私はこの小さいのがちょっと欲しくって、フォーエバー21でも小さいの売ってたんですけど、どうかなって思ってて、だから買わずにいたんですけど、アイハーブでお買い得商品っていう欄の新っていう、新しいっていうところを見るとこれがあって、なんかリアルテクニクスとか検索してたのに全然これ引っかからなくて、で見て見つけて、うわーこれ買おうと思ってこれを2個買いました。はい、あとはこのナイトクリーム、エルフのナイトクリームも2個買いました。これはなんで2個かっていうと、妹も気に入ってたので、結構2人で兼用で使ってるとすぐなくなっちゃうので、これを買いました。これ1箱もう全て使い切って、その結構効果が良かったので、それもなんか使い切りコスメをやりたいなと思ってて、なのでそちらでちょっと詳しいレビューはしていきたいと思うんですけど、良かったので私は2つ買いました。はい、あとはまたこのブデリアムツールズのアイシャドウブラシセットを買いました。これもまたこのケースがついていて、でこういう感じのアイシャドウ系のブラシが入っております。あとまたナイトクリームなんですけど、ブラウンなんていうの、まあこういうちょっと反射しちゃってるかもしれないんですけど、こういうナイトクリームで、私今いいナイトクリームを探してて、こういう感じのナイトクリームになってます。はい、匂いは結構いい柑橘系の匂い、柑橘系っていうかいい匂いだったします。はい、あとはちょっとスキンケア系なんですけど、プレステージセラム、イッツスキンっていう韓国のやつのこのセラム美容液を買ってみました。なんか変な形、こんな変な形、はい、いい香りがします。私も一時期ちょっと韓国コスメにハマった時期が高校3年生かそれぐらいにあって、その時はそういう韓国系のを使ってたんですけど、うん、いい香りがします。はい、これも買いました。あとはこのシリーズの化粧水、このローションを買いました。化粧水です。これも良さそうな、良さそうな、どうしよう、これも同じようにいい香りがします。今ちょっとスキンケア瞑想中なのでいろいろ試していきたいと思ってます。はい、ここからはコスメなんですけど、まず VDL のこのルミレイヤープライマー、下地なんですけど、MAC のストロボクリームみたいな感じの、ちょっと下地なんですけど、塗るとツヤ肌っぽく見える下地を買いました。はい、もうなんかこのちょっと出しただけでなんかパールっぽい下地になってて、うん、でいい香りします。あ、こっちのこれが匂いかもしれないんですけど、無臭もしくはいい香りします。はい、うん、いい香りで、すごいツヤーっと綺麗に見えます。 MAC のストロボクリームも大好きなので、私冬に使うのが大好きで、超乾燥肌なんですよ。私めちゃくちゃ乾燥肌なので、パウダーとかのせると結構パリパリに見えてしまうので、そういうのを緩和するためにこういう下地を使ってます。で、 MAC のストロボクリームって5000円ぐらいしてめちゃくちゃ高いので、これも良ければこっちの方が安いのでいいかなと思って買いました。はい、このハニービーガーデンズ
のチーク、今日も使ってるんですけど、今日も使ったチークはこのハニービーガーデンのティーローズっていうちょっと赤っぽいお色を使ってるんですけど、これがすごいお気に入りなのでもう一色買いました。比べると多少今回買った方がピンクです。こんな感じで、こっちが今回買って、これがもともとあるティーローズっていうお色なんですけど、もう少しピンク色のものも買いました。これはマットなチークになってます。レンベズ、読めないので下に入れておきます。はい、あとはスタジオメイクアップのソフトフォーカスルースパウダーのゴールデンっていう色を買いました。ルースパウダー買いました。はい、こんな感じで一回開けてまた蓋がある感じで、あんまりすぐ開けてすぐ飛ばないようになってるのでいいと思います。これも楽しみです。なんか海外通販サイトではあんまり見ないようなブランドが多くて、もちろんオーガニックっていうことがあって少し高いんですけど、ちょっと気になったので買ってみました。あとはミネラルフュージョンのリキッドファンデーションを買いました。私が大好きって言ってるマスカラなんですけど、マスカラのブランドなんですけど、これフルカバレージってことですごいカバー力があるっていう風に言っていて、これはウォーム2番っていうちょっと暗めのお色なんですけど、匂いはなんかあんまりわかんないです。塗ったんですけど、そこまでなんかカバーあるかなって感じなんですけど、まあでもカバー力ないわけではないし、こっくりしてる感じなので、それでカバー力もあるのかなっていう感じです。でも瓶なのでちょっと重いんですけど、これも買ってみました。はい、あとはブデリアムツールズのリップを2色買いました。ブデリアムツールズってこのブラシセットのブランドなんですけど、これはマットのリップで、カイリーっていう色とスカーレットオーこういうお色になってるんですけど、これ開けると結構なんか奇抜なデザインで、これはマットで結構いい感じの、開けると黄色ですごい可愛いんです。で、カイリーっていう色がちょっとベージュっぽい、ピンクベージュっぽい、すっごい可愛い色で、こんな感じの色と、スカーレットオーっていうのが、もうビビッドレッドみたいなお色になってます。はい、なんかマットなのにクリーミーですごい良さそうです。ちょっとカイリーって色つけてみます。はい、つけてみました。なんかちょっと顔色悪く見えるこのカメラで見るよりもまだ直接見た方が顔色悪くは見えないです。本当にピンクベージュっていう感じの、私は結構好きなベルベットテリーとかそういう系の色に近いような色になってます。はい、この2色を買いました。と、最後がホリカホリカのジュエルライトウォータープルーフアイライナー、前回も買ったんですけど、それよりちょっと暗めのお色を買いました。前回は少し明るめだったので下まぶたとかに入れるようにしか使えなかったんですけど、はい、こういうペンになってで、下を回すと出てくるんですけど、ちょっと開かなすぎてできないんですけど、こういう感じでちょっと焦げ茶を買いました。はい、すごい良くて描きやすくてクリーミーなのでもう一色買いました。はい、こんな感じが私が今回 I have で買ったものたちの紹介になります。で、いつもみたいに詳細と値段とか下に全部書いておくので、気になったものがあった方はそちらを見ていただけると嬉しいです。で、カラコンとリップ最初つけてたのはエッセンスのリキッドリップスティックのピーチパーティーっていう色をつけてたのと、カラコンはミッシュブルーミンのオリーブブラウンをつけておりました。はい、こんな感じでちょっと誕生日近いっていうこともあっていつもよりたくさん買っております。はい、
で結構リピ買いしたものとかそうでないものもあるんですけど、参考になれば嬉しいです。では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。